さあ、そして内田さんもメッツの帽子かぶってますね。こちらは今シーズンからメッツに入団した千賀滉大選手。メジャー1年目千賀選手の新たな進化を松坂さんが取材しました。暑いですね。いやー、なんかマイアミの時よりもかなり日差しの強さを感じますね。30度を超えるフロリダ、松坂は古巣メッツを取材。早速会いに行ったのは、今年からメジャー挑戦、ニューヨークメッツ千賀滉大30歳。先輩松坂の目にはどう映ったのでしょうか。馴染んでるっていうか、体のサイズ的にもいい厚みが出てきてる。それがそのままボールの強さにつながってるように思いました。千賀といえばこの落差の大きいお化けフォークが最大の武器ですが、アメリカではどのような戦い方を目指しているのでしょうか。日本で投げてる、そのピッチングスタイルとこちらこうちょっと変える必要があるっていう感じですか。何かもう僕のイメージはその落ちる球があるって、日本人のピッチャーで、そういう球があるからどんどん打ってくるっていうところ可能性が結構高くなると思うので、やっぱそうなってくるとカウントをどう整えていくかっていうのがやっぱ僕の大切なところだと思うので、そこに対して、いろいろなそういう違う球を使っていく。フォークだけに頼らないようにするために大きく変えた球種があるといいます。手応えのある球種とかってありますか。試合投げてきて日本の時もカットとスライダーっていう球を放ってたんですけど、全く違う球種に2つとも変えて、カットはカットなんですけど呼び方は一緒なんですけど全然動き方違いますし、スライダーも今も本当にスイーパーとしてそのスイープ成分をなるべく出しながらどういう風に投げていくかってところを自分の中でやっていて、その2球種に関しては日本の時と全然違う球になってるので、すごい楽しみな球かなと思います。そういうのを含めて順調ですかここまで。そうですね、本当に順調だと思いますし、シーズンに入っても不安なくやれていくんじゃないかなと思います。いや楽しみだな